にちは、沖縄の鈴木でございます。今日も楽しく、ドラゴンクエスト1、これ進めていこうと思います。レベルはちょっと上がって今6ぐらいかな。はい、そこまで上がりました。さて、やっとここどこだっけ、マイラの村か、マイラの村に到着して、かわいいかどうか、ドット絵じゃなかなかわからんだ。さて、ここ何売ってんだっけ。伝説の剣、店では手に入らない。 OK、 お金足りないし何も買えないですね。何も買えないね。川の盾、持ってるし、リムルダールに鍵を売ってる。おお、いいっすね、いいっすね、羨ましいな。とりあえずこの中ぐるっと、ここなんか光ってる、これは何だろう。あれ、まあいいや、はい。確かヒントもらってから出てくるんじゃなかった。まあいいや。もう何もない。わー、出た。パフパフ。まあ、その気になったら、はい、利用させていただきます。パフパフか。パフパフね。そしてここ、お風呂のタンスを開けて、しかも女性の、あ、温泉ね、温泉ね、露天風呂か。はい、パフパフ止まらん。そうなんでしょうか。お、毒、はい、了解です。どこにあるんだっけ。こっちは鍵を持ってないといけない。はい、なかなか操作が難しいぞって。相変わらず難しいっす。おう、はや、まあ、道具屋か、ここは。で、後ろにある、宝箱は、まあ、取れないと。で、道具屋。あ、竜の毒もらってこう。あ、もらわない、買っとこう。これだけでいいかな。確かこれって装備できたはずだよね。竜の毒。あれ？あったあったあった。使うとどうなったんだ？まあ、身につけると、はい。さ、行こう行こう。で、ここも鍵かかってると。鍵結構買ってこなきゃならないかな。よいしょ。とりあえず一泊するか。はい。で、一眠りして、また出発しますか。よいしょ。とりあえず、この村は、まあ、こんなもんでいいかな。楽しみにしております。さて、行こうか。出発、出発。で、とりあえず。とりあえず、どこ行こう。こっちこっちこっち。そういえばこっち、まだ行ってなかった。こっちの上になんかね、あったんだよね。これこれこれ。よし。これなんだっけ。はい。ため、銀の盾ごと。どこで拾ったっけ。
記憶を頼りにやってるけど分かんないよ。うん、やっぱりまだレベル6でした。で、やばいやばい、体力が。じゃあこのまま下行く？レベル7。じゃあ行くか。さて、行きます。あ、松明。ドラクエは、まあ、松明使わないとね、こう洞窟の中真っ暗なんでね、洞窟ダンジョンか。はい、石があっていけない。はい、さあ、まあ、ガンガン行きましょう。あれ、なんかドアがあった。あそこはあれだよな、あれだよね、あれ、あ、こっち行くと出ちゃう。ちょっとドアのところにもう一回行きたい。よいしょ、ドアのところにもう一回行きたいんだけど、で、これもちょっととりあえず使っといて、はい、おろろろろ、ドアどこ、あったあったあった。で、ここ、ああ、ここも鍵ないといけないんだっけ。何かちらっと見えるんだけど、まあいいや。はい。とりあえず外行くか。それで、この先にも村があったんだな。どっちだっけ。やばい、ほいみほいみほいみ。あー、あっちか。あったあったあった、ここね。はい、さあ行きましょう。ここなんだっけ、なんのリムルダールだったかな。よし、リムルダールと、やっぱりリムルダールだ。はい、到着。うん、なんか買えるかな。鉄の斧でも買って装備しとくか。まだ全然お金持ってないんで。はい、よし、じゃあ引き続き A 村の探索いきます。ん、道具屋、ここは何売ってる。もう松明なくなってるから。はい、こっちは、はい、ドア開けっぱなしで着替えですか。あ、荷物多すぎるんだ。あとで売りに行こう、しょうがない。と、こっちは、外の世界ってどこの世界だ。こっちね、宿屋は下で、これは魔法の鍵を売る店があると聞いてやってきたのに。こっちはなんだっけ。よいしょ、聖なる祠ってあれだよね。あのおじいさんいたとこしょ、違ったっけ。はい、了解です。どうしよう。
指輪？指輪ってどっかでゲットしたっけ？鍵かかってるし戻ればいいじゃん。こっちはいけないかじゃあちょっと上から回ります。こっちにも人がいるから、はい、これもね、星のドラクエでもこのシーンは 見たようにあれっすね。よし、間違え、ミスった。もう一回、間違えて出ちゃわないようにちょっと気をつけながらいきます。よいしょ、さあ気をつけて気をつけて、よしよし、まずこっち、あっ、くっ、動くな、魔法の国一つもらってっか。あ、嘘、あ、そうか、さっき斧買っちゃったし、あ、売りに行くのめんどくさい、なんか捨てよう。布の服でいいね。捨てるか。本当は売りに行きたかったんだけど。はい。で、守りの種。使っちゃいます。で、一つ。この種シリーズはね、なんか昔、記憶にあるんだけど、なんか後で使うんじゃないかと思って使わずにずっと持ってたような気がする。どうだっけかな、確かしばらく持ってたような気がする。はい、いや、さっき見つけちゃった、光ってたから見つけちゃいました。はい、まあというわけで、今回はこんなところで一旦終わりにしましょうかね。これからも頑張ってドラクエやっていこうと思いますんで、応援のほどよろしくお願いします。それではまた、バイバイ。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。